250でも高いね。うん、高いは高いですね。ちゃんと ETC 反応するよな。久しぶりに乗るから分かんねえみたいな。俺もだよ。あ、大丈夫か。あ、やっぱ尾形早いな。バイク超軽いよ。ね？コ忍者。ああ、コ忍者。俺のコ忍者すごい軽いよ。いや全然暑いな。暑いね。39度だったよ。だってさ、いつも夏になってるんだね。いつも夏こんな感じじゃない高速。ね。いいよ、日の出とともに出発でいいんじゃない。俺のやつ36度になったら遅いな。俺の29だ。36度随分温度差があるんだこれ。来たポルシェ、これがいいんだよ。このポルシェが欲しいんだよ俺は。そうなの。おお、古いね。 あれがいいんだ。あれがバンバンピッドライトじゃねえのあれ。そう、ブラックガード。ブラックガード。でもあのポルシェもだいぶ値段が上がっちゃったよね。古くなったから。安定だろうね。うん。空冷だっけあれ。空冷。あれまでが空冷なんだよね。なんか止まる。止まるよこれ。止まる。危ない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 。マジで危ない。これあれか、軽井沢のインターか。マジかよ。出口渋滞じゃない。それか、うわすげえ斜めてた。なんか、ふらついちゃった今。ここ結構坂になってんね。うん。こんなとこで立ちこけする、やべえから。俺今立ちこけするかと思って。そうそう、俺もふらふらってしちゃったもん。そう、おーみたいな感じ。うん。なんかバランスっていうか感覚がおかしかったよね。そう。あ、右手がすげえしびれてる。ビリビリしてる今。ああ相当ビビってたんだろうな。ねえ、俺も久しぶりに高速乗ってこのバイク乗ったからしびれてるよ手が。ビリビリしてるよ、ビリビリ。こうやってたまに忍者を乗っちゃうとな、忍者戦を売るのももったいなくなってくるんだよな。なかなか売れねえな。コレクションしたくなっちゃうんだろ。コレクションだよね、もうこうなっちゃったらね。やっぱ190円台なんだね、体力が。やっぱ普通なんだよ、190円台が普通。常識なんここら辺の。そう考えるとやっぱね、地元は安いんだよ。いいね。やっぱアイスが重い、本当に。重いよね。なると。すげえ感じる。余計にアクセル回さないと登っていかない感じがする。切り返しが重い。全然重いよ。本当に二人乗りしてるみてえだもん。だけど重いからかサスペンションがなんか、ね、ずっしり効いてる。衝撃が少ない。挨拶を交わして、走れ暑さと寒さ。危ない。靴ずり。
ハイファイブ。坂道砂利道獣道、どうでも吐かずに何のその、みんなで一緒に乗り越えて、最後は笑って、ハイファイブ。出た出た出た、なんだよこいつ、危ねえな。だいたいここ来た時ってさ、霧でしたが、まあ何も見えねえ。ああ、今日見えるんじゃない？今日見えるよ、ないよ、うん、ここ初めてかもしんない。そう、すごいんだよ。こないだ来た時もそうだった、初めて見たんだよ。だいたい霧とかで見えないからね、下が高すぎて。今日見えるね。見えるね、うん。え、1台増えた？うん、増えてる。バックで止めるかな。どっちでもいいよ。あっち行くべ。うわ、風強えな。風やべえ。今倒れるなって思っちゃった。あれ、バックできん。大丈夫？やろうかな。大丈夫。大丈夫っすよ。多分。まあ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 、ありがとうございます。いえいえ、大したことしてねえから、フリしただけだから。フリしただけだから。バイクが冷えるのもだね、ちょうど、うん、冷やしてくんねえと熱くってしょうがない。これどっち風なんだろう。最中に帰ってこられたら自分らが倒したんじゃないかって思われちゃいそうだからね。それはない。いないうちに倒れてたってこと？そうそうそう。あれだけ逆向きで止まってた、頭から突っ込んで止まってたんだよ。うん、確かに。風で倒された感。悲しいよなそれ。デューク、すげえな。みんな消えてる。みんな消えてるのだった。集まりがあったんだ。あそこまで多いとちょっとすげえ。ああもう暑い、帰ってきた、めっちゃ暑い。暑いね。下から熱風が。下から鉄砲が来たんだけどさ、これ何？暖房好きなんじゃない？暖房好き。そんなレベル、下からさ、ブワーッとか、鉄砲が。あれだよ、暖房好きだよね、間違えて。風変更するのも奥だよ、もう。